有村架純、1993年2月13日生まれ。出身地、兵庫県。身長160センチ。血液型、B 型。有村架純さんは日本の女優です。有村さんが、テレビ番組、松本仲井、にゲスト出演。MC の松本さんと仲井さんの前で、滑らない話を披露しました。 バラエティ番組が苦手だという有村さんは、今回の出演について、悩みましたが、断ったら一生後悔するかもしれないと思って、自分の中でもチャレンジしたくて、トトロ。番組への出演が大きなチャレンジだったことを明かしました。松本さんは、わかりました。あんまりこっちが質問してもね、答えてはくれるでしょうけど、多分そういうことじゃないんですよ、と、 有村さんによる自発的なトークを求め、有村さんの滑らない話を聞きたい、とリクエスト。思わぬ無茶ぶりに有村さんは、トラウマになるかも、と、笑いながら答えました。ドラマで有村さんの父親役を演じたさださんは、はい、話題変えます、と助け舟を出すが、松本さんと中井さんによって有村さんの話を聞く流れに、ここに単鉱部ができたことしか思い浮かばない、 と切り出し、小学生の時にサッカーボールに頭をぶつけて、タンコグができたエピソードを披露。これには松本さんも、有村さんね、先にタンコグができた話って言っちゃったらダメじゃない、と注意。中井さんはそのツッコミに爆笑して、こんなウィスパーできたの初めてですよ、と有村さんの声の小ささを指摘し、佐田さんは、滑らなかったね、と話しました。